車掌の方で車内の車内をお持ちください。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。はい、本日ですね、アビスパ福岡の、アウェイ柏レイソル戦ということで、本日柏まで来ております。さっき駅前でこの柏のサポーターの有志の方が配っているフリーペーパーをもらいまして、こんな感じになっております。で、レイソルロードを歩いて、今回は、スタジアムまで行くんですけども、まあ、前回バスで行ったので今回歩こうということで歩いてるんですけど、まあ、ちょっと道に迷ってしまいまして、だいぶ時間かかってしまいました。これがレイ君ですね。かわいいんじゃないですか。はい、では柏到着しましたですけど、ビジターゲートは相変わらず遠いなということで、まっすぐ歩いていくんですけども、柏のサポーターの人がいるな。何してんだろう。あ、まだ開く前が開いてないのか。早かったな、ちょっと。美術ゲートも開いてなさそうだな。こっちがホームの入り口ですね。ビジターはもうちょっと向こうです。まだ飯食ってないんで、まあ、そこのラーメン屋さんで食べようかなと思ってたんですけど、なんかあまりお腹空いてないような気もするので、ちょっとスタグルでいいかなって思います。ごめんなさい。次来た時は食べます。ビジターゲートはまだまだ先です。遠いな、相変わらず遠い。ベスト下行きてー。はい、ビジターゲート到着。開いてない。そりゃそうだ、まだ早かったな、1時半。今1時5分、あと20分ぐらいやん。どうしようかな、まで待つか。はい、こちらの方に待機列ができたので、こっちの方に並びたいと思います。はい、ではこちら現在の順位なんですけども、柏の方が現在4位、勝ち点が、6。そして対するアビスパなんですけれども、開幕から3試合連続引き分けということで、勝ち点が3になっております。アビスパもこの試合勝って、勝ち点3を追加して上位の方に行きたいと思うんですけれども、どうなるでしょうか。で、これからもうそろそろ入場ということで、出発しますね。はい、今日はグッズ販売もあるということで、この後場所を取ったら後で行こうと思います。で、この柏のスタジアム日立台なんですけども、まあ、サッカー専用のスタジアムということで、かなり客席とピッチが広いので臨場感のある試合を見ることができるんじゃないかなって思います。はい、で今日の柏のスタメンの方なんですけど、元ロアッソの岩下選手出てるかなと思ったんですけど、まあいなかったのがちょっと残念ですね。まあカップ戦には出てるみたいなんですけど、リーグ戦にも出てほしいなと思いますね。まあ密かに応援してます。はい、スタグル買ってきました。ちょっと見づらいですけどね、色が同化してる。ハイボール買ってきました。じゃあ
やっぱりスタジアムで飲むハイボールが一番美味しいですね。あとはもつ煮ですね。柏のもつ煮ってやつなんですけど、なんか柏を食うとかいうキャッチフレーズで、キャッチコピーで打てました。まあ食らってやりましょう。はい、さっきグッズも買ってきまして、これを買いました。山岸選手と田中達也選手のやつですね。ですけど本当はタオルも欲しかったんですけど、なんかタオルが置いてなかったので、まあシャーなしにストラップ買いました。はい、こちらが村上選手のちゃんとですね、ヤバティの集まるバーリーピーポーです。村上ってのはこんな感じのやつですね。はい、試合終わりました。1対0で我々アビスパが負けました。いやー、まあなんか得点の方なんですけどもね、まあちょっと角度のないところからぶち込まれたので、ちょっとこれはもう防ぎようなかったかなと思うんですけども、まああとこっち側の得点ね、なんかまあ惜しいところはあったんですけど、結局なんか決めきれずにね、終わってしまったなって感じですね。ちょっと残念です。次こそは勝ち点3をね取ってほしいなと思います。はい、では動画の方こちらで、こちらの方で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。